はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、茨城県の古河市に来ております。大宇のね、動画を見ている方は古河市といえば文福飯店さん一発に出てくるぐらい有名だとは思うんですけれども、古河の方にもですね、いろいろといいお店がありまして、たまには他のお店も行ってみようかなと調べたところですね、気になるお店がございました。本日訪れているお店がこちらでございます。で、僕の後ろに見えております逆さ食堂さんでございます。こちらのお店はですね、ネットで調べるととにかくチャーハンが人気みたいでして、大盛りにするとデカ盛りってほどではないんだけど、とにかく盛りがいいと、ジャンル的には町中華みたいなお店になると思うんですが、やっぱりね、誰しもこの町中華好きでしょう。僕も大好きです。なので本日はですね、そちらのチャーハンやいろいろな定食メニューなんかを頼みまして、楽しんでいこうと思います。で、もうちょっとでオープンの時間となりますので、秋次第ね、早速突撃して美味しいご飯食べていこうと思います。ということでですね、今もうメニュー到着しておりまして、チャーハンとカレーですね。で、また別に単品で焼肉も注文しております。まあ、後ほどね、来ると思いますので、先にね、出来立てをいただきます。この辺りで、この焼肉に単品ですね。検証員さんが何だかで普通はよ、これ持ってる人でしょ。彼氏に入れてやるのをやって、どうしようもないから、そしたら注射口
体がついてこないな。体もね、顔見たら。まずこいつ、そんなこんなこんなことになかったのに。ああ、そうだよね。だから、しょうがない。注文追加お願いしても大丈夫ですか？そしたらカツ丼とチャーシュー麺ちょっと待って大丈夫です。でどっちも大盛りでお願いしていいですか？やっぱそうなんですね。何食っても美味しいですね。実家出てからもうそんなやカレーってあんまり食うことないんで、こういうカレーでも食べるといいですね。なんかやっぱホッとしますね。ありがとうございます。うわー、うまそう。おかわりで注文させていただきました。カツ丼とチャーシュー麺届きましたので、こちらもねあー、うまっ。
いやお腹いっぱい、いい感じに。ということで、ただいまですね、逆さ食堂さんでめちゃくちゃ食ってきた今回はね、ほぼ全品大盛りで注文したんですけど、やっぱりね、一品一品ね、盛りがめちゃくちゃいいっす。でもね、お客さんの注文聞いてると、その名物のチャーハン大盛りでね、頼む方も結構こういらっしゃって、いやもう本当にね、常にマスターのこの中華鍋の手がね、動きっぱなしでございましたぜひね、皆さんにもこの逆さ食堂さんの料理食べていただきたいんですけれども、僕はねペロッともちろん食べましたが、めちゃくちゃ量多いんで、皆様もね頼む際は一応ね持ち帰りはできるんですけれども、あまりねお残しのないように自分のねお腹と相談して注文してください、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの方なんかも活動しておりますので、そちらの詳細は概要欄の方からチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。